こんにちは、アニマルタイガです。そしてアフレコでも聞けず、なぎさが隣にいます。なぎちゃん隣にいます。こんにちは、なぎちゃんです。です。今日はですね、なぎちゃんと一緒にアフレコっていうの、これアテレコなんていうの、後音声をね撮っていきたいと思います。今やってることがですね、とある動物を飼うためにとある動物がね来るので、その動物のために小屋をね作ろうと思いまして、今何してたかって、ここにあの亀をさ飼うために水桶埋めてたじゃん。あ、変な、そうそう、すぐ使えなくなったけど、すぐ脱走されて使えなかったけど、それを溶かしてここに今作業してるところに一応小屋をね作ろうと思って、まあ後々ここはね風がめちゃめちゃ風当たりが良すぎて、寒いなっていうことで小屋の場所は変えたんだけど、とりあえずねこの8日間ね端っこで作ってます。あのカメラのアングル上もうちょい上にしたらもうあの外がねいろいろ映っちゃうので、ここが限界だったって感じで作り始めましたけど、喋んないんだ。何をやってるでしょうか今。小屋作ってんでしょ。お、誰だ誰だ誰だ。おじさんが来ました。おじさんが来た。A ちゃんだよ、 A ちゃん。A ちゃん？そう、お父さん。A ちゃん来た。A ちゃん来ました。A ちゃんに手伝ってもらって、まあ木材とかね買いに行って、でこのね小屋ができたら、あのそのまんまね。動物を迎えに行くっていうことで、ちょっと車をね出してもらいました。僕は今交通手段がマイチャーリーしかないので、で手伝ってもらっていいんだけどね。何してるか分かる？分かんない。これ柱をね今ねつけてる。柱をつけて結構ね縦長の小屋。ガチャもアフレコする？ガチャ何してんの？チャリンさんって僕も入れてって言ってんだよね。そうなの、僕も遊ぼうって今。おじさん2人が頑張ってるからね。おじさん小人がね、小人がちょろちょろ作業してるよ。そんな言ってたらあと、なぎちゃんあと2分ぐらいだって。アフレコの時間もう終わり？もう終わりじゃない、あと2分あるから、なんか喋って。え？これほら今ねこれ横の横面をつけてるんだよね。あ、最近ねあの、うん、台湾版のチャイニースター V をね頼んだから開けてたんだけど。開けてたの最近。さっきマリーとリザードン V マックその SSR とリザードン V の SSR 出たんだよ、うん、それなにすごいの？よかったねって話。よかったね、台湾版、うん、あ、だったんだね、うん、ほらもうそんなこと言ったらできちゃったよ。こんな感じでまだねあのこれ一応補強不足だったんで、この後あの作業ね追加してやったんですけど、とりあえず映像としては完成かな。こんな感じでとりあえず縦150cm、 奥行き180cm、 幅が90cm。 発泡スチロールこれ木だよ。木？これ見たでしょ。木だよ。これで今ちょっとサムネをね撮ってるんだよ。俺 A ちゃんにカメラ持ってもらって、A ちゃんが撮ったんだね今日は。そう、大変だよ、あのカメラ固定するだけ難しいからね。 A ちゃん元気だった？ A ちゃん元気だった。なぎちゃん寝てた？うん。ほらあと10秒10秒やって、なんかあら、なぎちゃんなんかありがとうございました。ありがとうはい、ありがとうございました。はい、ということでですね、こんな感じで完成しました。下にねちょっと風よけのためにもう1枚プラスしてやったのと、こちらにもね
あの柱をさっきなかったんですけど、つけてあんまりねぐらつかないようにできましたね。こんな感じです。でね、こう上にシートをね貼ってあるんですけど、このシートを横にもね貼って雨でね濡れて、腐らないように防止していこうかなと思います。また後でねやっておきます。ということで今回の動画はこんな感じで終わっていきたいと思います。この動画いいなと思ったらグッドボタン、チャンネル登録ぜひお願いします。何がね、どんな動物が来るかお楽しみにしててください。ご視聴ありがとうございました。